では定刻になりましたので、第13回の計算科学技術特論 B の講義を始めていきたいと思います。今日も、北海道大学の小林先生に大規模量子化計算2というタイトルで講義をしていただきます。ではよろしくお願いします。ありがとうございます。北海道大学の小林でございます。先週に引き続きまして、今日も、大規模量子化計算ということで、お話をさせていただきたいと思います。で一応先週もお伝えした通り、今回のスタンスですけれども、量子科学の中で使われている高速化並列化法について、お話しするということで、量子科学の非専門家も多いと思うんですけれども、まあ、専門家もいるというところから、お話をしていきたいと思います。で、先週に関しましては、その量子科学計算の要素技術、ですとかまあ、それに対する、高速化というものについてお話をさせていただきました。それで今週は、具体的にですね、タイトルにある通り、大規模計をに適用するということを、主眼に置いた量子化学計算法ということでお話をしていきたいと思います。で大規模計に適用するための方法として、まず一つ、まあ、自分たちがやっている方法として、フラグメント分割に基づく方法、これについてお話をいたします。私たちが経験をしているのは、分割統治法 DC 法という方法です。で、それ以外に、非常に有名な方法にフラグメント分子軌道法というものもあるので、こちらについても理論を、説明して、少し違いについて述べたいと思います。この他にですね、量子科学で、使われる大規模計計算法ということで、いくつか、トピック的に紹介したいと思います。一つがラプラス変化の MP2 という方法、それから、二連積分の密度フィッティング、あるいは、RI 近似というふうにも呼ばれますけれども、この方法についてお話をして、これの MP2 計算への応用について述べていきたいというふうに思っております。それではですね、早速ですね、前半のお話ということで、フラグメント分割に基づく方法についてお話をいたします。このスライドなんですけども、先週もお見せした、スライドで、量子化学計算にどれぐらいの、計算時間がかかるかというものと、その計算法の計算精度について示したものです。大まかに、左から、右に行くほど、計算精度が上がっていきまして、まあ、ここの、までですね、ハートリーフォックと DFT というのが、平均場理論と、それから MP2 以上のところが電子相関、ポストハートリーフォック法というふうに言われているものです。前回の講義の中でこの DFT まで と、この右側で、計算に、用いられる、構成要素ですね、これが全く異なっているということを、申し上げました。で計算時間に関しましてもここの2つで大きく異なりまして、ハートリーフォックですとか DFT の計算というのは分子の大きさの3乗に比例して計算時間が増大いたします。それに対して、電子相関理論では、これが5乗、以上ということで、精度が上がるにつれてこのオーダーの指数ですねというのが莫大になるというお話を、先週いたしました。で、この計算時間のオーダーを単純に使ってですね、で、スーパーコンピューターを使って計算するということを考えます。で、スーパーコンピューター、ウィキペディアを見ます と、通常の、用いられる PC に対して、1000倍の精度を持っているというのがどうも基準であるということなので、まあ、ここに例えば1000倍の性能の計算機があるというふうにいたします と、その計算機を用いて元の1台の PC で、計算できたものよりもどれぐらい大きなものが計算できるかというのを見積もってみます と、大体このハートリフォーク DFT では10倍の大きさのものが扱えるということになりますが、より高精度な方法になりますと、4倍、3倍、まあ、あるいは3倍にも満たないと、これぐらいの大きさのものしか、計算できないと、いうことになります。これはもちろんこの計算時間が N の3乗以上というのはこの指数に応じて増大しているからということになります。でまあこの状況を考えますと、たとえ非常に大きな軽コンピューターのようなものをただ持ってきただけでは大きな計に計算、大きな計に量子化学計算を適用することはできないというふうに言うことができます。
で、これを解決するための大規模量子化学計算を可能にする手法というものが、いくつかのグループで、いくつかの方法を使って、検討されています。で、並列化とプログラムの工夫で頑張るというのもありまして、ちょっと趣向はだいぶ違いますけれども、RSDFT ですとか、それからタンパク質の、密度変換数計算プログラム、プロテイン DF のような方法もあります。それから、この密度行列を近似計算するという方法は、もしかしたら尾崎先生の方から少し言及があったかと思いますけれども、エネルギー最小化法ですとか密度行列の、ピュリフィケーション法というものがあります。で、今日お話しするのは後半の2つで、数学ですとかアルゴリズムを使って、高速化をアルゴリズムを改善することによって高速化するという方法で、こちらは後半にお話ししますけども、二電子積分の、RI 計算、密度フィッティングの方法、それからラプラス変換 MP2 法というものです。で、それに対してですね、非常にシンプルな考え方でやる方法に K を分割して計算を簡略化すると、これによって先ほどのスライドであったオーダー N3 乗以上のこの計算時間、この計算時間の増大をオーダー N に持っていくという方法があります。で、日本で開発されているものにちょっと限定していますけれども、ここに示したような FMO 法ですとか、エロンゲーション法、あるいは、分割統治法というものが開発されています。でですね、分割統治法という、名称、問題をいくつかの、部分の問題に分けて計算するというのは、計算科学においては、非常に一般的に行われていることでして、一つ有名な例としてマージソートの例を持ってきてみました。ここの右側で動いているこの絵ですけども、バラバラの点をソートするという問題ですけども、これを、再帰的にですね、領域を分割しまして、それぞれの場所で、ソートを行って、そのソートしたもの同士をもう一度、マージしながらソートすると、そういうことをすると、N 個のデータをソートするためのコストがオーダー N、通常オーダー N2 乗ですね、単純な比較だけでやっていくとオーダー N2 乗なものがオーダー N ログ N になるという、非常に有名な、分割統治型の、アルゴリズムがあります。計算科学ではこれを皮切りに非常に多くの、こういうですね、ものを分けて、で統合するという考え方のアルゴリズムが、これまでに提案されています。例えばですけども、二分法、これは、非線形方程式の球根あるいは探索のアルゴリズム、それから、同じソートの中でも、クイックソートも、これの一つだと思います。それからですね、掛け算ですね、掛け算、非常に、長い桁の掛け算を高速にやる方法として、唐津波乗算法ですとか、あるいは非常によく使われるものですけども、高速フーリエ変換も、これの一種ということになります。で、ですけども、これは一概に必ずしもそうとは言えないわけですけども、このような、分割をして、それで、まとめるという方法は、この分割部分の計算に関しては、高並列化が可能な場合が多いというふうに思います。で、この考え方を、量子化学計算にも適用しようというのが、フラグメント分割型の、計算法と言えるかと思います。で、まず一つ目の、フラグメント分割型の計算法として、フラグメント分子軌道法を、紹介したいと思います。フラグメント分子軌道法では、は主にですね、タンパク質ですとか、DNA のような生態系ですね、こういうものを計算するのに用いられる、フラグメント分割型の、計算法です。まず大前提といたしまして、分子が、結合で全てつながっている場合には、これを単結合で、一般的には切断をいたします。で、結合に使われる電子なんですけども、混成軌道ですね、化学の混成軌道の考え方を使って、例えばですけども、例えばですね、この左側の炭素と炭素の、ここのですけども、結合のこの、線がですね、左側に寄ってますから、こちら側の左のところに、
ここの結合の電子はすべて寄せてしまうと、こういう方法を用います。これはハイブリダイゼーションオービタルプロジェクションということで HOP というふうに呼ばれている方法です。でまあ、このようにして分割いたしまして、エネルギーをはじめとした、プロパティですね、これは多体の展開で求めるという形にいたします。単純にこの一体の足し算で求めるという形にしますと、これは FMO1 というふうに呼ばれまして、これと2体の、エネルギーの補正を加えたものが FMO2、 さらに3体の補正を加えたものが FMO3 というふうに言われています。これは多体のエネルギー解析で使われているものでは、とは一致しませんので、ここは注意をする必要があります。でこの多体の展開を例えば 2体まであるいは3体までで打ち切るということによって計算の大幅な高速化を行うというのが FMO 法の基本的な概念です。でもう少し具体的に計算の方法を見ていきますと、FMO 法ではフラグメント X というもの、X はですねモノマー、というのがまあ単量体ですね。それから、ダイマーというのは二量体の計算、をするときにハミルトニアンといたしまして、フラグメント X 自身のハミルトニアン、つまりここに含まれている、電子それから原子核に対するハミルトニアンが、まずあります。で、この V の中には X の外側の電子原子核からの静電ポテンシャルが含まれています。で、先ほど言ったように、結合に関しては、混成軌道を使って切りますので、これに属していない混成軌道をプロジェクトアウトするというこの P というハミルトニアンが、さらに必要になります。まあ、具体的な形、V に関してはこちらに載せておきました。でこの、H ティルダーというハミルトニアンに対してハートリーフォックあるいはコーンシャムの方程式、これはまあ大体同じような形をしているわけですけども、これを解くということになります。で、ここの、フラグメントの密度行列は、まあ通常と同じようにこのように求めるということになります。そうしますと結局ですね、フラグメントに分割するわけですけれども、この分割した部分の電子数あるいは、開角形の場合にはスピンというのはあらかじめ、指定をしておかなくてはならないということになります。で、これでですねフラグメント、モノマーそれからモノマーの計算を、全部、いたしますと、ここの D の部分というのが、V がですね D に依存しています、ね、でこの D というのが、この X だけではなく、あ、X 以外の、フラグメントの D がここで必要になりますので、これの自己無動着の決定が必要ということになります。これを、SCF ではなくて、これ通常あのチャージで、禁じをしてしまうのでセルフコンシステントチャージ SCC の方法というふうに言っております。でここまでのですねことを考えると、例えば FMO22 体までのエネルギーで求める場合には FMO2 の計算時間というのはオーダー N2 乗ということになります。ダイマーの計算が必要ということでオーダー N2 乗というふうになります。でこれに加えてさらにですね、いくつかの禁じを導入いたします。この、ここに書かれている3つの、名前はですね、ゲームスというプログラムに、FMO が実装されていますが、それに、使われている、パラメーターと対応しています。ここの RESPPC という、いうやつがですね、フラグメント間の静電ポテンシャルを2電子積分を用いずにマリケン電荷で禁じすると、マリケン電荷というのは、禁じ的な電荷ですね、これで禁じするという、禁じが用いられます。それから、もう一つ、SDIM ですね、というのがダイマーの計算をあらわに実行せずに静電相互作用で禁じすると、一体の、ところで求めた密度行列の、単純な静電相互作用で禁じするという方法が取られます。
それからもう一つ、アルコール SD というやつですけども、これはですね、ハートリーフォーク DFT ではなくて、ポストハートリーフォークの計算を行う場合にのみ、あるパラメータなんですけども、ダイマーの電子相関を計算せずに無視をするような、こういう3つのカットオフ距離を使って、近似を導入します。で、もう一つですね、重要なところなんですけども、先ほどのセルフコンシステントチャージの計算というのは、モノマーに対してのみ実行すると。ダイマーの補正を行ったとしても、ここで使われる電荷というのは、モノマーに対してのみ実行すると。こういう近似を用いまして、計算時間を大幅に削減して、オーダー N を実現しています。でこれの FM を例えば2ですけども、計算手順を示しますと、まず、通常の量子化計算と同じように原子座標をからめ、まず初期値として初期値というか、与えられます、与えられるものとして、与えまして、それとともにですね、フラグメントの情報を入力します。フラグメント1が、どの原子が属しているかということと、それから先ほどの、混成軌道の情報ですとか、そういうものがすべて、あるいは、フラグメントの、電荷、こういうものもフラグメントの情報の中に含まれます。で、モノマーの計算に対しましてループがありまして、モノマーの密度行列を適当に作ったところから、そのモノマ対応するモノマーのハミルトニアンを求め、ここからそのモノマーのデンシティマトリックス、それからエネルギーを求めるというものを繰り返します。で、D が収束していなければこれを繰り返すことによって、チャージをコンシステントにするというプロセスになります。ここがまあモノマー SCC の計算時間ということになります。で計算時間はここは、モノマーに分かれていて、それぞれが別々の計算をするということでオーダー N で、先ほどの、近似にありました、このレス PPC というですね、静電ポテンシャルの、近似を行うことによって、計算時間のオーダーは変わりませんけれども、プレファクターを大幅に削減するということにしています。で並列化に関しては、この原理的にはですね、デンシティマトリックス、D というものの通信が必要なわけですけども、先ほどの、このレス PPC という、ものを、カットオフ距離を用いることによってこれをさらに簡略化するということになっています。でここで収束が判定されましたら、ここで出てきた、デンシティを使ってダイマーの計算を行うということになります。でここのダイマーの計算では、原理上はもともとはオーダー N2 乗の時間がかかるわけですが、ダイマーのカットオフ距離、レスディムというものを使うことによってオーダー N 化を行われます。で、静電相互作用計算のコストが、本来的にはこれ2乗になるわけですけども、これは、非常に小さい、ネグリジブリスモールであるということで、ほぼオーダー N を、実現することが可能です。でですね、具体的な計算例として、どれぐらいのものを行っているかということで、最近の計算結果ではないですけども、これは、私たちがやったものではないですけども、田中先生、等がやられた、結果をここでちょっと引用させていただきたいと思います。これは K ではなくて、地球シミュレーターを用いた、生態分子の計算です。でインフルエンザの中に、あります、ヘマグルチニンという、もののですね、抗原抗体複合計、こういうものの、計算ですね。でここにある、HA、下側にある HA というのが、ヘマグルチニンの、抗原と、抗原が形成している三量体になりまして、上にありますのが、これが、抗体ということになります。で、左側の図で何を表しているかというと、この抗体が抗原にくっつくことによって、この抗体の部分ですね、この抗原の部分が、どれほど、引力的にあるいは積力的に相互作用しているかというのを、赤と青の色とそれから、その色の深さでもって表しているというようなことで、こういうような計算によって、が行われています。さらにですね、これにですね、
阻害剤、まあ、例えば、タミフルですとかそういうものなども入れて、相互作用の計算を行うことによって、まあ、創薬にも役立てていると、まあ、このような計算というものがあります。でですね、私たちはこの FMO 法とはちょっと違う方法で分割統治法、DC 法というものを開発しています。で、通常の計算科学の分割統治法と、少しごっちゃになりやすいですから、分割統治量子科学計算というふうにここでは、言っておくことにします。で、考え方としてですね、フラグメント、これは DC 法では部分形というふうに普通言いますけども、に分けて計算するというこの考え方は FMO と同じです。で、それに対して違う部分はどこかというと、部分形の周辺の部分というものをバッファー領域という名前で計算に含めまして、これによって環境の効果を考慮します。FMO 法ではこれを行わない代わりに2量体の計算をしていると、まあ、このように大体理解をしていただければよろしいかと思います。で、先ほどのフラグメント MO 法では必要だった情報の一つにですね、部分形の電子数というのがあるわけですけども、これは、DC 法ではこれを用いずにフェルミ順位を導入して、自動決定をするというふうになっております。したがって部分形の電子数というものをあらかじめ指定をする必要はありません。でですね、この分割統治量子化学計算なんですけども、DFT とハートリーフォック SCF の方法とポストハートリーフォックの方法で、取り扱い方が大きく異なりますので、この2つちょっと分けて、紹介をしたいと思います。で、分割統治の SCF 法では全形の密度行列を部分形の寄与の和で表現するというコンセプトに基づいています。で、これを実現するために分割行列という行列を導入しています。で、後半にお話しする、ポストハートリーフォックの電子相関計算では、部分形の相関エネルギーをどのようにして部分形の分子軌道で表現するかということに主眼を置いています。で、まず前半の方法、SCF のスキームなんですけども、まずですね、DC 法では、まあ、全体の K が、ありましたらば、これを、いくつかの、重なりのない部分形に分割いたします。これを中央領域というふうに呼んでいます。で、これの周りに先ほど申し上げましたバッファー領域というものを加えて、実際に計算を行う極材化領域を定義します。で、この極材化領域ごとに、ハートリーフォックですとかコーンシャムの方程式を作りまして、これを解くことによって部分形の分子軌道を得ます。そうしましたら、この結果を足し合わせてですね、共通のフェルミ順位を設定します。これをどういうふうにするかというのは後ほどお話しします。で、こうすると、部分形の密度行列というものは定義できますので、それを足し合わせることによって全体の電子密度、それからエネルギーを求めることができます。ここで密度が変わりますから、新たに、それに対して部分形のハミルトニアンを構築するということで、SCF を行います。で、この方法なんですけども、最初に申し上げたこのバッファー領域というものを導入していますが、このバッファ領域のサイズを制御することによって精度の制御が可能になるということになります。で、FMO 法では主に、生体分子ですとかかなり有機的で、分けやすいものが主なターゲットだったわけですけれども、分割統治法では電子が非極材化したような K の計算というのも、可能になっています。で、数式的な観点からこの DC 法を見ていきますと、まあ、DC 法では先ほど申し上げた通り密度行列を分割するという考え方に立っています。で、全体の密度行列がこちらですね、 DDC というもので、それを部分形の密度行列の和で表すと。で、この時に導入されるのが P という分割行列というものです。で、この D の中には中央領域に相当する部分の他にバッファー領域に相当する部分があります。で、バッファー領域の部分というのは他の部分形と重なりますので、この重なっても、まあ、全体として、
比較化されていると、まあ、そういうような条件を満たすための行列がこの分割行列ということになります。でこの部分形の密度行列に関しては部分形の分子軌道を用いて構築するということを行います。で部分形の密度行列はどのように求めるかということなんですが、この式によっています。で通常の密度行列と異なっているところが、この、C の前にあるこの F ですね。この F がフェルミ関数ですけども、通常はこれは、この右にこの右に示した、すいません。マウスありますかね。この右に、四角く囲って示しました、これがフェルミ関数ですけども、これが、ステップ関数になっていると通常の密度行列と同じ表現になっているわけですけども、これを、連続の関数で、なめします、でこれを、用います、で残りの部分ですね、C ですとかイプシロンというのは各部分形で、決定された部分形の軌道ということになります。でこのフェルミ関数を導入する理由といたしましては、これの後でですね、フェルミ順位の決定が行われるわけですけども、これを電子数、全電子数が、保存するという条件から決定します。で、全電子数をこの密度行列に対して書き下しますと、真ん中の、下の方にあるこの NE の式になります。こちらの式ですね。で、この式の中で今イプシロン F、フェルミ順位を決定するわけですけども、これを 非線形の方程式として、解くときに、解が生じるように、それで、便宜上、このフェルミ関数を、使っています。したがって物理的に温度というものを含ませるというような意味は、基本的な考え方としてはあまりないというふうにお考えください。でこれで全体の密度がD で求められましたら、あとはフォック行列ですとかエネルギーの標識というのは、通常と同じになります。例えば、ここにはハートリーフォックの場合を示していますけども、通常と同じように求めることができます。で、もう少し、プロシジャー的に示したものが、こちらの図ですけども、まず全体のフォック行列を、構築しまして、これを部分形に分けます。今ここでは全体を作ってから分けるというような図の書き方をしていますけれども、密度の通信を許すということになれば、それを、そこからですね、各部分形ごとに、この F を作るということでも結構です。で、それしましたらば、F、ここでいう F ですね、ができますので、でこれを使って、対角化をしますと、C とイプシロンが得られると、そうしたらば全電子数を保存するように、NE はもう与えられた値ですから、この方程式の中でイプシロン F を解くと、イプシロン F が分かりましたら密度行列はこれで与えられるので、このフェルミ順位と、部分形の分子軌道から、部分形の密度行列を得ると。でこれに分割行列をかけて足し合わせると全体の密度行列が求まった。でここからまた、新しいフォック行列を求めることができるという、このようなループの構造になっています。でここでですね、一番上の、全体のフォック行列の形成はですね、先週のお話で、オーダーがですね、大体 N の3乗から4乗ということに、なったかと思うんですけども、D 指法を使った場合にはこの D が、初めからかなりスパースな行列になっています。でこの素行列性を利用いたしまして、先週お話ししたシュワルツの不等式のようなスクリーニングを行うことによって、ほぼオーダー N2 乗になります。さらにですね、これに、FMM などの方法を取り入れますとオーダー N
を実現することが可能です。で、あともう一つ計算時間がかかる部分がこちらになります。で、対角化ですけども、これは部分形ごとのそれほど大きくない行列の対角化で、全体の大きさには依存せず部分形の数にのみ依存しますから、これもオーダー N を実現することができます。で、これまでにお話しした、スキームにはない、計算の手続きとしてはこの、フェルミ順位の決定というのがあるわけですけども、これについては後ほど、議論をさせていただくことにしたいと思います。まず、まあ、どれぐらいのパフォーマンスが出るかということを確認するために、システマティックな系で、こういうあのポリ円の、炭素数をどんどん増やしていったときに、どれぐらいの計算時間がかかるかというものを、示しました。これは、左側がですね、フォック行列の対角化、対角化というのは、これは全ての、フォック行列の対角化の時間を足し合わせたものです。で、右側がフォック行列の生成で、今回は FMM を、使っています。で、これを見ていただくと分かる通り、どちらも、確かに、この DC 法を用いることによってリニアスケーリングが達成されているということがお分かりいただけるかと思います。で、先ほど問題になった、新しく出てきたこのフェルミ順位の決定を、まあ、どのようにするかということですが、もう一度式を見てみますと、電子数保存の条件はこのようになっています。で、ここの中で、この緑でまず大前提としてこれは、このイプシロン F を求めるための非線形の方程式になっています。で、部分形の軌道の重みというのを、まあ、この緑の部分で定義しますと、ここでμとにはサメーションされてしまうので、結局P、軌道ですね、それからアルファという、部分形の、このインデックスだけが残ったものということになります。で、これを、従って、計算をあらかじめしておいて保存をしておきます。で、フェルミ関数はほとんど、まあ、1と0で、この、フェルミ順位の前後のところだけ、連続的につながっている関数ですから、これをあらわに計算する、式値というものを、まあ、何らかの形で設定します。で、そうしましたらば、あとはブレント法、ですとか、通常の球根のアルゴリズムを使って、決定をしていくということになります。ブレント法を一応ここでは取り上げてますけども、大体どういうことをするかというと、イプシロン F の、まず上限と下限を、適切に設定します。で、大体の場合一方の方をゼロに置きまして、で、もう一方を適当に決めるということをしています。で、あるいは、2回目以降の SCF でしたら前回の結果を利用するということも行っています。で、これを設定しましたら、ブレント法では囲い込みと二分法、それから補完というものを大体組み合わせて、球根をしていくと、いうことになります。で、この計算なんですけども、計算時間はオーダー N で行えますし、非常に、実際にかかる計算時間も、どれほど大きな系でも大抵1秒かかることはないんですけれども、並列化という点を考えた上ではそれほど、容易ではありません。これ例えばですね、普通にやりますと繰り返しのたびに、通信が必要、ということになります。これが問題になる場合というのが、実は、ありまして、それについてちょっとお話をしたいと思います。それがですね、デンシティファンクショナルタイトバインディング法と、DFTB という方法を、用いた方法です。まあ、DFTB というのは DFT に対する近似法だと思ってください。で、DFT のエネルギーというのは、ちょっとここに書き下しましたけども、まあ、このような形で書くことができます。で、これに対し、ここの中でですね、密度というのがここにありますね。それから、ここの EXC は、密度に対する反関数で、表されています。で、これで、ここでですね、密度というものをタイトバインディング基準、つまり、ローゼロという、参照の状態からの、変化で表すという形にします。その上で、この交換相関項というのは、関数が非線形ですので、ここについては2次のテイラー展開で近似をしまして、さらに、チャージにディペンドする、ような項に関しては、あらわな電荷、を使うわけではなく
あらわな、電子密度を使うわけではなくて、モノポールの近似を行うと、つまりマリケンのチャージを使うということをします。そういうふうにいたしますと、このエネルギーというのは非常に簡単な標識になって、チャージには全く依存しない項、それからチャージに依存する項、チャージに依存する項はこれは結局チャージといってもマリケンチャージにしか、依存しないという項と、それから、反発項ですね、原子核間の反発項という、3つの項に分かれます。このうち、チャージだけを、計算によって決めて、これらに関しては DFT 計算からパラメータ的に決定するということを行います。でこれをやりますと2電子積分が不要で、まあ、非常に高速な、計算が、可能になるわけです。で今言った通り、このマリケン電荷に関しては時効無動着に決定すると、先ほど FMO でも出てきた SCC の、プロシジャーというのを取ります。でこれの計算のパフォーマンスなんですけども、まあ、どれぐらいになるかということですが、今ここに示したのは左側が計算時間です。でちょっといろいろな項がありますけど、まあ、この青い線がトータルの計算時間で、これは、DC 法を用いずに DFTB 計算した時の計算時間です。で横軸が、原子数になっています。で、このまんまだと、対角化そのものがあるので対角化の計算時間が3乗で伸びていってこういうふうになるわけですけども、ここに DC 法を使いますと、地に這うという、まあ、これぐらいの計算時間に、まあ、起こってしまうわけです。でもう少し詳しく見ると、まあ、こんな形で、まあ、どれも、オーダー N、ほぼオーダー N を実現するということになります。で右側に示したのは今まであまり触れてこなかったんですけども、バッファーの大きさに対して、どれほど精度が変わってくるかということになります。でこちらの右の図の横軸がバッファーの大きさになっていまして、バッファーを大きくしていくとどんどんエラーが小さくなっていく。で大体私たちが、ターゲットにしているのは1キロカロリーパーモルという、単位以下になるところですけれども、まあ、これを大きくしていけばエネルギー誤差はほとんどなしで計算が可能であるということが分かります。で、ここには示していないですけども、エネルギーの勾配の計算もオーダー N でこれで、実行することが可能です。でこの DFTB 計算を並列化したときに、まあそれぞれの部分というのが、それぞれの計算の、構成要素に対しがごとに、高速化がどれぐらい効くかというのを見たのがこの図になります。これは、実際 K の500ノードを使って、計算をした時の、ものになります。で、これまず500ノード使用時に、これぐらいの大きさ、ちょっと炭素1万個ですね。でこれぐらいの計算の、計算時間というのはだいたい 2.2 秒かかります。でこの中で、H0S ガンマというのは、先ほどの、ここですね、この、もともと計算しておくものですけども、これにかかる計算というのは、オーダー N 化が可能になっている、オーダー N ではなくて、並列に対して、90% 以上の、効率というのが、を行うことができます。で見ていただく と、悪いのはこの反発エネルギー計算というのが一つあるんですけれども、この反発エネルギーの計算は全計算時間の 1% 未満で、実はあまり問題にはなっておりませんで、一番重要なのは、SCC エネルギー計算、ここの部分になっているということが分かります。でここの部分を、まあ、どのような手順を行っているかというのを、先ほどとほとんど同じわけですけれども、見てみますと、各ノードごとにですね、フォックを作りまして、でこれを対角化するわけです。で対角化して、その後にフェルミ順位を決めるところで、先ほどの重み、それから、軌道エネルギーというのを、1ノードに押し込みます。で、ここの1ノードの中で、このブレント法を使って、イプシロン F を、決定してそれをディストリビュートするということを行っているわけです。でこれを、繰り返し計算の中で、こういう逐次計算が必要になるということになっておりまして、これが、まあ高速化ができない、並列に対して加速が小さいという原因になっています。実際ですね、500ノード使った時に、
合計で 1.1 秒かかっている計算時間のうち、このフェルミ順位の決定1秒かからないわけですけども、こういう、非常に軽い計算をすることになると、これが問題になるということになります。そこでですね、並列計算が可能な新たなフェルミ順位の計算アルゴリズムというのを、開発されています。でそれがですね、補完を用いて、この繰り返しの回数そのものを減らすという方法です。でまあ、どのようなことをするかといいます と、フェルミ順位の推定範囲というのを、先ほどと同じように、指定をします。でそういたしましたら、各ノードで推定範囲内を等間隔にして、それぞれの点に対して電子数を計算すると、でこの各、指定範囲の、電子数というのをリデュースして、で全電子数を求め、そうしますと、どことどこの間にこのイプシロン F があるというのが分かりますので、それを、補完をしてということを、します。でこのままだとそのまま、非線形の方程式を解いているので、結局繰り返し計算は必要になってしまうわけですけども、このようにですね、何点も計算してそれで補完をするということをいたしますと、そもそもこの繰り返しの回数というのを、およそ2回に落とすことができると、これによって並列化の効率も向上して計算時間が短縮されるということが、分かりました。でこれの、これそのものの計算時間ではないんですけども、こういう、技術を入れた、計算プログラムとして、ゲームスではなくて別にですね、DCDFTBK というのを、今は、分子研にいる西澤さんが、開発をしてくれまして、でそれで、計算を行った時の並列計算のパフォーマンスというものを、こちらに示したいと思います。で計算時間、あとこの水の4万分子を計算した時の計算時間ですが、これノード数が2500から5000、になった時に実行時間が、大体ですね、まあ、これぐらいということで、効率は、今ここの2点で測った時に 80% 程度ということになります。これ1万ノードにすると、少し落ちますけれども、これはまあ水4万分子の計算に対して1万ノードということなので、ロードバランスが悪くなってしまうというのが出ています。したがって、まあ、もっと大きな K を計算すれば、これは、並列の効率が非常に高いということが言えるかと思います。で今後のでですね、タイピーク演算性能に関しましても、これ K を使っているわけですけれども、K の、ピーク演算に対して、15% を超えるような、高い性能で、計算を行うことができています。でここまでがですね、分割統治の SCF の方法でした。でもう一つ、ポストハートリーフォックの電子相関の計算について、お話をしたいと思います。でですね、ポストハートリーフォックの方法では、どういうふうにして求めるかと言いますと、最初に少し申し上げたんですけども、部分系の分子軌道から部分系の相関エネルギーをどうやって見積もるかと、いうことが、問題になります。でですね、分割統治法では先ほどから言っているように部分系の分子軌道というものを得られます。ただしですね、この部分系というのは極細化領域でして、この中央領域だけではなくて、このバッファー領域を含んでいるものになります。でこの外まで広がった軌道を使って相関エネルギーを単純に計算すると、これ全体の相関エネルギーが出てしまうということで、これを足し合わせるとダブルカウントが生じるということになります。したがってこの中央領域だけの相関エネルギーというのを見積もる必要があるということがわかります。で、これの問題に対しまして、私たちは、エネルギー密度解析という方法を、利用して解決をするということを行いました。でですね、少し、理論から入りますが、相関エネルギーというのはネスベットの定理というのがありまして、まあ、大体このような形で表せます。でこのデルタ E というのが相関エネルギーで、これが、先週から出ている2電子積分の標識になります。で T が、何らかのこの係数ということになりますね。で、部分系のこのデルタ E というものを部分系の軌道から計算するためにどうするかというと、
基本的にはこの式に従うわけですけども、ここの部分に、ここが、積分変換というプロセスになるわけですけども、その積分変換を全部に対して行うのではなくて、この中央領域に対してだけ行うという、ことを行います。こうすると全体ではなくてここの部分だけの、積分の寄与というのを見積もることができます。でこれをすることによって部分形あ中央領域だけの寄与を見積もるということが可能になります。でここの t という係数に関しては MP2 の場合には、このような式で一発で決めることができます。でこれで部分形の相関エネルギーを見積もったらば、これを全部足し合わせることによって全相関エネルギーを得るということにしています。これを MP2 に対して適用したのが DCMP2 法ということになります。でこの方法を使った時の計算時間ですけども、今度は、グリシンをですね、横にずっと伸ばしていった時の、MP2 計算にかかる計算時間です。この黒い線で書いてあるカノニカル MP2 というのが通常の MP2 計算で、これの方法ですと、通常、オーダー N5 乗、5乗のコストがかかります。それに対して DC 法を使うことによってこれをオーダーほぼ N にすることが可能です。でこのグラフには書いていないわけですけども、必要なメモリ量というのも、これは非常に簡単に、見積もることができまして、これは K の大きさ全体の大きさにはほぼ非依存になります。何に依存するかというと最も大きな部分形の大きさ、これに依存すると。それを、何回か繰り返すというだけですので非常に大きな K でも計算をすることが可能です。でまあ、この方法なんですけども今 MP2 でだけ、結果を示していますが、より高精度な、CCSD 法ですとかそういう方法に対しても適用することが可能です。でこの計算というのを並列化するというのは非常に簡単に行うことができます。でですね、部分形の相関エネルギーというのは、先ほど言った通り重複を防ぐために、まあ、中央領域だけの相関エネルギーを算定するということを行ってはいるわけですけども、基本的には既存の高整列鉛筆アルゴリズム、先週お話ししたようなアルゴリズムを利用することが可能です。でさらにですね、全形の相関エネルギーというのは部分形の相関エネルギーの和で表されていますから、これは部分形ごとに独立の計算が可能ということで2段階の並列化を行って、こう高速化することができます。でですね、この2段階の並列化というのを、ゲームスを使って行った例というのをこれから紹介したいと思います。でゲームスの中にはですね、独自の、2段階並列のインターフェースが用意されています。でジェネラライズとディストリビューテッドデータインターフェース GDDI というふうに呼んでいるものですが、まず、これは分割措置法ではなくて最初の方で紹介しました FMO 計算のために、導入されたインターフェースになります。で、まあ、どのようなことをしているかというと、まあ、このゲームスというプログラムの中で独自にですね、多層並列の処理を担うインターフェースになっています。でこの切り替えというのを3種類のスコープ、これ MPI でいうところのコミュニケーターですけども、これを使用することによって、まあ、どこと通信を行えばいいかということを制御しています。で、まあ、3種類のスコープというのがどういうものになっているかといいますと、まず1つ目が DDI ワールドというもので、これが全ノードが1グループになると、まあ、こういう場合です。これは MPI の、では、まあ、必ず目にするこの MPI コムワールド、これに対応するわけです。でグループで分割して並列する処理をする場合には DDI グループということになります。でこれでグループ内の並列、このグループ内では通常の並列処理を行うというようなことですけども、それぞれは独自に別々の計算を行うということが可能です。でもう一つあるのが DDI マスターズというものである、これは、各グループのマスター間で通信処理を行うと、つまりグループ間並列を担っているのが、このスコープということになります。でこの2段階並列、アルゴリズムでは、まず部分形のエネルギー計算というものを各グループに割り振るということを行います。でグループ内では、普通に並列計算を行います。
でまあその時にはですね、この先ほどのスコープというのは DDI グループを使うと、これをすることによって部分形ごとに並列化が行うということになります。でこれでそれぞれの処理を、しましたらば、部分形のエネルギーの足し合わせは、マスターズ、のスコープで行って、まあ、このマスターアレが持っている各部分形の、エネルギーを足し合わせると、こういうような形で、計算を行います。この計算コードを、具体的に、疑似コードで書き表しますと、まあ、このようになります。まず一番最初にですね、部分形を規定関数の数の順番で、相当をしています。これはロードバランシングを簡単にするためというふうになっています。で、まずスコープをグループにしまして、でこの EMP2 トートというのが、これが今計算をしている相関エネルギー、全形の相関エネルギーということになります。で部分形のループで並列化、これがアライリュードの並列化を行います。でそれでですね、これの中で、それぞれの中で、自分のグループが、この、サブシステム、部分形の計算を担うかどうかを判定しまして、で担うことになったらば、そこの中の MP2 相関エネルギーの計算というのを行います。でここの中は既存の、MP2 の並列計算アルゴリズムを使うと。もちろんただの MPI の並列ではなくて、MPI オンプ MP のハイブリッドの計算が、ここで使うことができます。で、あとはこれを足し合わせまして、一番最後に、マスターズのスコープにして、この GSUMF というのは、リデュースですね、オールリデュースをここで、取るというふうにして、でこれで2段階並列の、計算が終わるので、スコープを、DDI ワールドにすると、まあ、このように行います。でこのようにして、計算をした、結果ですけども、ここで示している結果はですね、まずはこれは、K コンピューターではなくて T2K つくばでの、並列化のパフォーマンスを見たものです。左側が、アラニンの二重量体で、右側がアラニンの四重量体の計算結果で、左側の方はこの GDDI を使わない、1段階の並列アルゴリズムで、この赤い方で示したのが、2段階の並列アルゴリズムを使った場合ということになります。明らかに、まあ、この、サチル、スピードが、2段階の方が、大きいノード数まで、並列化が可能であるということが分かるかと思います。ただ、まあ、この場合にはもう、少し、K が小さくて、 K を少し大きくしますと、これのパフォーマンスというのはさらに改善して、非常に、高い並列計算効率というのが実現可能であるということがお分かりいただけるかと思います。でこの計算ですけれども、やはり、K でも、計算をしております。 K で計算した結果は、このポリエンの、炭素300個のものですけれども、まあ、ノード数を増やしていったときに計算時間を、見ていきます と、これも確かにちょっとさちっていくんですけども、まあまあの良い、効率を示していると、いうことがお分かりいただけるかと思います。でここまでがですね、フラグメント分割の方法についてですけども、これ以外にもですね、量子化学計算で、いくつか、行われる、大規模系に計算数を計算するための、方法というのがありますので、今回は2つご紹介したいと思います。で1つ目がラプラス変換 MP2 という方法です。で先週の授業からですね、何回もこの MP2 のエネルギーの標識というのをお見せしているわけですけども、まあ、このような、式になります。でこの式の計算がなぜ、面倒なのかというのの原因の大きな理由にはですね、ここにですね、エネルギーが、含まれている分母があります。でこういう分母がありますから、これによってこの上の規模というのを簡単に見積もることができない。そういう理由でですね、このままではオーダー N4 乗よりも小さいアルゴリズムというのは、できないわけです。基本的にはこれの計算というのはオーダー N5 乗が必要ということになります。でこの分母にあるものをどうにかこの分子に持ってこれないかということを考えますと、
ラプラス変換、を使うとこの x 分の1というのはこのような形で書くことができます。でこれをここに適用しまして、さらにですね、分子積分この IAJB、も、原子軌道の二電子積分ガンマに、直してやります。こういうふうにしまして、オーダー N5 乗の積分変換を除去した上で分母をなくします と、この元の式というのは、このような形で書くことができます。ここの中身、ここの辺は、そのまんまですけども、この X ですとか Y というところに、分子軌道の係数の C、 それからこの分母からやってきたエクスポーネンシャルの項というのがここに含まれるという形になります。でここのガンマの部分を、こいつの XY を使って順次変換させていくというこういうような式にしまして、計算をすることが可能です。ただしですね、もちろんラプラス変換を使っていますから、これ一発ではなくて、これが、全体の積分という形になりますので、数値解析の方法が必要であると、こういうような方法になります。でこういう形にしてやりますと、結局この、X ですとか Y ですとかを掛け算するときに、これまでに使って、先週もお話しした、コーシー・シュワルツの不等式のようなものを使って、これの計算で必要なものというのをあらかじめ見積もることができますから、それによって、計算のオーダーを削減することが可能になるという方法になります。で問題になるのは、このラプラス変換で出てきた積分というのをどのように求積するかということになります。で、まあ、一番簡単な方法で、行われることも多いのは最小二乗法で求積点を決定するという方法です。どういうことかというと、この積分の中で実際にこの分数が使われているのはこのイプシロン IJAB のこの組だけなわけですね。したがってこの組のところで誤差が最小になるようにフィッティングをしてやると、そういう方法があります。でこの方法も有効なわけですけども、当然ですが、IJAB という4つの点の組に対して、最小2乗で実行するというのはオーダー N4 乗の点数に対して実行することになりますから、これは非効率ということになります。でもう一つの考え方にですけども、ミニマックス法というのがあります。で求積誤差の最大値を最小にするという方法です。でこの場合にもですね、基本的にはこれの分母の最小値と最大値を与えまして、その間の中で求積誤差の最大値を最小にするということを行います。でこれらの方法もあったんですけれども、私がその時に研究していた、私がちょっとこれについて研究していたわけですけれども、この時には、なるべくこのエネルギーを使わずにフィットをしたいというふうなモチベーションがありましたので、この時はですね、私は一般的な求積法というのを、使っています。でまあ、一般的にこういうゼロから無限大の積分というのをどういうふうに計算すればよいかということですけども、まず一つ考えられるのはガウス・ラゲールの求積というのがあります。これはまあエクスポネンシャルに減衰するゼロから無限大の積分に有効でして、まさにこれはエクスポネンシャルに減衰する積分ですから、まあ、一番パターンにマッチするということになります。でそれから、まあ、もっと、本当に求積法といえばというものが、オイラー・マクローリン法、になります。で、まあ、オイラー・マクローリン法はですね、台形公式を用いて、求めるわけですけども、この時の誤差を見積もるのがオイラー・マクローリンの方法ですから、まあ、これを使って、なるべく誤差が小さいように求積をしてやろうという方法になります。でもう一つ、ロンバーグ積分というのが、よく数値解析の方法では出てきますね。これはですね、オイラー・マクローリン法の誤差に対して、求積を外装していくという方法になります。で、まあ、これらの、3つの方法というのを、試しました。でこの中でですね、後ろの2つに関しては、今積分範囲が0から無限大なんですけども、これを有限の範囲へ変換するような、まあ、変数変換というものが必要になります。
でオイラーマクローリン球積についてだけ簡単に述べたいと思いますけども、オイラーマクローリンの球積ではですね、球積そのものは台形公式で実行いたします。まあ、台形公式を、きちんと書き表すと、まあ、このような形になります。で今、この F2 というものを使ってますけども、もともとあった、E2 という2がないですけども、あれ、ここに載せてないですね。ここの中身ですね、ここの中身を E2 と今しているわけですけども、この積分の中身に対して、変数変換で0から1に、するというようなことをしていますので、まあ、ここに、変数変換の、ヤコビアンが出てくるということになります。でオイラーマクローリン法による、この積分の誤差というのはどのように見積もられるかというと、最初の方の項を書き下しますとこのような形になります。でこれを見てやるとどうすればよいかというと、F2 プライムの0というのが出てきますから、この R イコール0のところで、ヤコビアン、つまり DSDR、 それからもう一つ、ヤコビアンと、これのもう一回の微分ですね、F2 のプライムですから、こちらが微分される場合とこちらが微分される場合とありますから、ヤコビアンとその微分が出る0になるような変数変換というのを利用してやる と、この台形公式の、積分の、誤差が小さくなるということになります。でまあ、そういうものとして、まあ、どういうものが考えられるかということで、これは、まあ、いくつか、工夫をしたというものなんですけども、A というのはこれはヤコビアンだけですね、R イコール0のところこれが0になるという、変数変換です。でもう一つ、2回微分まで0になるというのがこちらの、B の公式ということになります。でこの2つの、公式を使って、求積をするということにしました。で具体的にはですね、ラプラス変換 MP2 の計算手順というのは、こちらに示すようになります。で求積点ごとに、以下のことを実行するということで、まあ、もちろん求積点の点数に関しては、線形に増えていくということになります。で、求積点を多くすればどんどん、誤差は小さくなるということになりますけれども、まず、この求積点を決めまして、先ほど出てきた行列 X と Y というのを、まあ、このように求めます。で、処和列のスクリーニングをこの後ですね、実は、6回行うことになります。でちょっと全部は書き下しませんでしたけども、これはスクリーニングに、のためにですね、4つの行列を求めるということをします。でそうしましたら、この2電子積分を変形したこういう形ですね、この形のカッパイプシロンというのを、まず固定してミューニューを、積分変換して、積分変換というか、X と Y をかけるということをしまして、でディスクに保存をします。で、まあ、これはどういうふうにして実現するかというと、まず、普通の2電子積分ですね、原子の2電子積分を、計算して X で変換をしたものを足し込みを行いまして、その結果を使って Y の方の足し込み、掛け算と足し込みを行うということをして、これをディスクに保存するということにします。でこれの時にもこれの時にも、それからディスクに保存する時にもシュワルツのスクリーニングを行います。で、その次に、ミューニューというのを固定してこちらの方で、足し込みを行って、もう一回足し込みを行って、でエネルギーに、足し算をしていくと、まあ、こういうような形になります。で、今言った、ここの、3番の1つ目2つ目それからディスクに保存をするところ、さらに4番の足し込み、5番の足し込みと6番のエネルギーの足し込みというこの6つのところで、シュワルツのスクリーニングを行うと、これによって、MP2 の計算コストというのを落とすことができます。で実際これを使うとですね、これ、だいぶ昔に、組んだコードで、実はこれはですね、この AO のラプラス変換 MP2 のためにチューンしているコードではないので、それほど早くはなっていないわけですけれども、やはり先ほどと同じポリエンに対して、計算を行った時の計算時間ですが、通常の MP2 に対して確かにラプラス変換の MP2 を行うと、
計算時間を削減することに成功をしています。で N に対するスケーリングですけども、通常の NP2 が O 段 N5 乗に対して、この計算結果ちょっと今出てないですけども、今回でこれで多分 O 段 N4 乗ぐらいだと思います。で実際もう少しプログラムをチューンしますと、このスクリーニングを全部使ってオーダー N2 乗まで落ちるということを、示すことが可能です。で先ほど問題にいたしました、旧積法の精度なんですけども、これはですね、あまり大きな分子ではないですが、ベンゼンを使ってラプラス変換 NP2 で相関エネルギーを求めたときに、どれぐらい通常の NP2 を再現するかというものを示したものです。でガウス・ラゲールの方法というのはエクスポネーションにデケイする場合に、確かに有効なんですけども、誤差が非常に大きくなっています。急積点を大きくしていけばもちろんこれは、ゼロに近づいていきます。でそれに対して、台形公式ですね、オイラー・マクローリンですとかロンバーグ積分を使う と、これはかなり改善します。しかもですね、先ほど、誤差の解析で見た通り、オイラー・マクローリンでは、変数変換 B を使うとヤコビアンとその P 分が0ですから、この時にエネルギー誤差が小さくなるはずだというふうに、考えたわけですけども、確かにその通り、2桁程度改善すると、誤差解析の結果にもちゃんと対応するようになっているということで、こういうことをすると、特別にフィットをしなくてもかなり精度の高い計算が可能であるということが、分かりました。で最後にご紹介するのが2連積分の密度フィッティング法 RI 近似というものです。で、この RI 近似というのは基本的には、計算時間のオーダーを減らす方法とは言えません。だいたい計算時間に関してはオーダーは同じになりますけども、それに必要なプレファクターというのは非常に減らすことができます。そしてもう一つ重要なことはメモリにストアする量ですとか、あるいはディスクにストアする量、これを非常に削減することができるということで有用な方法でよく用いられますので、これについてもご紹介したいと思います。で2連積分の標識というのも、この講義の中で何回も、見ているものなんですけども、このような、もので μ、ν、λ、σ という4つのインデックスがある。4回もテンソルでメモリにストアするというのは、非常に困難です。で、この密度フィッティングあるいは、RI 近似、レゾリューションオブジアイデンティティと言いますけども、これの近似ではどうするかというと、この原子軌道の積ですね、ここに現れています。この積を補助規定関数で展開するということを行います。で、補助規定というのをここでは M というふうにして、このパイの中でもこの上に突き抜けないこの形で今表します。でこれで展開すると、これをシーターとします。であとはこの D というのを何らかの基準でもって決めればいいわけですけども、ここでですね、普通にこれが、の誤差が小さくなるようにというふうのではなくて、これのノルムが小さくなるようにではなくてですね、誤差の自己反発積分というものを使ってこれを最小化するように決定します。今すいません、これプサイではなくてファイミューファイニューの間違いですけども、これとこれの誤差ですね、差を、R としてこれに、R12 分の1をかけたもの、この積分を0にするように、0ではなくて最小にするように D を決定します。で、これをやっていきますと解析的にですね、この D、M の μ、ν というのは、こういう形で求めることができます。これ縦線が入っているところに、R1、2分の1があって、左側が電子1の、関数で、右側が電子2の関数です。こちらは右側が、2つの関数の積ということになっています。で、これを元の、2連積分に代入しますと、このような形になります。したがってこれどういうことをしたかというと、もともと4回のテンソルであったものを、これが2回ですね、それから ここには3回ですね、この2回と3回のテンソルの積和で表すということができるようになります。でこれを使って MP2 計算をするという並列のアルゴリズムが、加藤田さんらによって提案されていますので、
あ、まあ、他の方によってももちろん提案されているわけですけども、紹介をさせていただきたいと思います。で MP2 のエネルギー、まあ、先ほどから出しているこれですけども、ここ を、を求めるにはどうすればいいかということですけども、先ほどの、に出てきたこの MN というのがあるわけですけども、 MN、これはですね、静定値の行列になります。で静定値の行列ですから、これはコレスキー分解をすることが可能だと。コレスキー分解は、ラパックで、実装されてますから、これを使えばよろしいということになります。でここに出てくる、二電積分の積分変換、これを考慮してやると、結局ですね、この二電積分というのは、こういう B という3階のテンソルの積和で表すことができます。B の具体的な形は、こういう感じですね。ここに、元の原子積分があって、これが、補助関数になります。で、この原子積分に関しては、分子積分に変えるような、積分変換を取ってやって、それに対して、ここのコレスキー分解の、行列、下行列というものの成分が入ってくると、まあ、こういうような形になります。 で、まあ、ですからまあこれを使って計算をしていればよろしいと。で具体的にですね、非常に簡単に、これの並列アルゴリズムを示しますと、まずこの MN を計算してコレスキー分解を持つ用いて L インバースを計算して、これは保存します。で、この、ここの部分ですね、ここの部分をの積和までした IAL というものを計算します。でこの計算の時に L に対して動的に並列化を行います。でこれを使って、これに L インバースをかけて足し算をすれば B になりますから、これを計算すると。ここでは、I に対して静的な並列化を行うと、いうことになります。で、ここまでできたらば IAJB というのを IJ に対して、静的に並列化をして計算をし、MP2 エネルギーを積算していくと。こういうようなアルゴリズムが、を作ることが可能です。で、ここでですね、これらの計算をするところで、この IAL、それから B に関してはデータ分散というのも行うという方法が、ここの論文で示した加藤田さんの方法で、出ています。でこれを使って実際に計算した、時の計算時間という、計算時間とそれから、メモリスクラッチの容量というのが、出てまして、それがこちらに示したものになります。左側がですね、計算時間でして、これはですね、ペンティアムのクラスターの計算なんですけども、ちょっと古いですが、横軸が、CPU の、数になっていて、縦軸が、計算にかかった、ラプストタイムということになります。で、この図だけからだとちょっと分かりにくいですけども、これ1ノードで計算したときに比べて32ノードで計算したときの計算時間が、確か33倍か34倍ぐらいになってまして、いわゆるスーパーリニアのスケーリングというものを達成しています。でこれが起こるのは何かというと、結局ですね、ここで、ディスクにストアをしているわけですけども、これの量が分散されていくと、その IO にかかる時間が減って、スーパーリニアのスケーリングが達成されるということになります。でここで、使った方法で RI 近似を使ったことによる誤差というのは、0.118 ミリ波というと、まあ、非常に小さいものになっています。でこの時に使った、メモリの容量ですとかスクラッチディスクの容量を見ますと、RI 法では、これぐらいですね、だいたい1ギガちょっとぐらいパーノードですけども、通常法では2ギガ以上が必要と。もちろんこれがどんどんサイズが増えていくと、これでは収まらなくなっていくわけですが、 RI を使えばかなり抑えられると。スクラッチの容量に関しては10分の1以下になっています。で、この方法だけでも十分に、良い方法なわけですけども、これをさらにですね、 FMO 法ですとか DC 法といったフラグメント分割の方法と、組み合わせて利用して、さらなる高速化を行うということも、最近は行われています。ということでですね、本日は、大規模系の量子化学計算を行うために、特に用いられている、ような方法というのをお話ししていきました。
で単純にですね、これは最初に申し上げたわけですけれども、単純に K を使うだけでは大規模K の量子化学計算というのを行うことはできないです。でそのためにですね、計算コストのオーダーを削減するようなさまざまな手法というのが開発されています。で一つがフラグメント分割の方法で、まあ、これはフラグメントの計算結果を足し合わせて全体の結果を得るという方法で、大規模並列化が可能です。でそれからですね、後半の方では、数学的な方法で一つ目にラプラス変換の MP2 というのをお話ししました。でこれは接続論では、まあ、必ず現れてしまうエネルギーに関する分母というものをラプラス変換を用いて消去するという方法です。今回 MP2 法だけでしたけれども、接続論ではこれは一般的に、用いることができます。でシュワルツの不等式、などのカットオフを利用することによって、今回の方法ではオーダー N2 乗まで削減していますけれども、さらにオーダー N まで削減するようなカットオフというものも、提案されています。でもう一つ紹介したのが、2電子積分の密度フィッティング法、あるいは RI 法と呼ばれているものです。で、コンセプトとしては4階のテンソルを3階以下のテンソルの積和で表現するというものです。これによって計算リソースを大幅に削減することが可能ですが、時間のオーダーは RI 法では不変となります。でですね、本日のまとめ2として、まあ、どういうことを、考えて量子化学計算のプログラムを作っていかなくてはいけないかということについて少し、お話、今日の話を踏まえてお話をしますと、まあ、並列化をやはり見据えたアルゴリズムの改善というものが、重要になってきます。で例えば、の例として、出てきたのはですね、 DC 法におけるフェルミ順位の決定ですね。でこれはですね、計算時間はごく短いものだったわけですけれども、DFTB 法のような問題、方法では問題になってしまうと、いうことが分かりました。で、こういう方法の時に一見非効率な方法でしたけれども、並列化した場合には、これが良くなるという場合もあるということが分かりました。それからですね、もう一つ、DC 法で、2段階並列のアルゴリズムというのが出てきました。これはまあコンセプトとしては、計算を大粒度で並列化をして、さらにその中身を再粒度並列というものです。で、フラグメント分割の計算ではこの方法は非常に有効に働きます。で、もう一つ、少しだけお話ししたのにデータ分散が可能なアルゴリズムというのも考えていく方が良いでしょう。でうまく組めば先ほどの RI 近似の RIMP2 のようにスーパーリニアの並列効率が出る場合もあるということが分かりました。ということでですね、まあ、こういうようなアルゴリズムを利用して大規模系の量子化学計算というのを、可能になってきているということです。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。